見ていただきたいのが、こうやって水を垂らした時ですね。こうすると、こう水が、生地が撥水しているので、すごいね、穴があるのに全然。本当ですね。今日はですね、ファイトラックの東京ベースさんにお邪魔しに来ました。はい、こちらですね。いや、違う。実はもうすぐ近くにあるのでね。こちらはクロームですが、クロームの前に、ファイトラック東京ベースがございます。楽しみですね。楽しみですね。それでは、はい、行きましょうか。行きましょう。はい、すいません。いや、違う。一緒に来ました。すごいですね。ドライレイヤーの歴代が並んでおります。2004年から始まり、はい、2006年、2015年、あれ、はい、2020年、お新作、後でちょっと詳しく伺いたいと思います。ウィズチャンネルスタートです。リンリン。ありがとうございます。満足そうだね。嫌がる人を水にして、いきなりもう今お願いして今やってもらう。よくやりましたね。いや、ちょっとなかなかの本番感がすごかった。これなら断りますね。ありがとうございます。本日はファイントラックの東京ベースさんにお邪魔しまして、はい、いろいろ話を伺っていきたいと思います。ご協力いただきましたのがファイントラック東京オフィスの橋本さんにお越しいただきまして、ご説明いただきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、どうもよろしくお願いします。敏腕営業、敏腕営業です。去年俺小田展示会来た時に、はい、橋本さんに営業ついてもらって、めちゃめちゃ買わされた。めちゃめちゃ買っていただきました。自転車関係ないもんな。それぐらいちょっとね、ご説明も上手ということで、ものすごい、だって山行ってる人なの。もう毎週、週末は必ずと言っていいぐらい。そうですね、もう行ける限りは山に行こうっていう。どういう登り方を普段されてはるんですか。もう全般的に、まあ普通に歩いて登ったりとか、あとはロープをつないで、まあ、滝を登ったりとか崖を登ったりとかですね。あとは凍った滝を登ったりとかっていうような遊びだったりとか。ガクっていう漫画ありますよね。あ、はい、ああいう感じですか。あ、に結構近いですね。はい、結構死んでますけどね。毎回誰か死んであれ見るとちょっと怖くなって山行く感じなんです。あんな感じのもうちょっとこう安全な場みたいな。何回か死にかけたこともあるんですか。なんか怖いなと思ったことありますね。まあ、そういったですね、あの本当に山がお好きな橋本さんに今日は伺っていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まずはもうファイントラックといえばというですね、ドライレイヤーについて伺いたいなと思っております。ドライレイヤ ー、ありがとうございます。対応中いつも来ていただいてます。もう普段から来てるんです。普段からなんか山用っていうイメージですけども、普段からだってすごいですよね、これね、汗、まあ、汗を体からかいた汗を、まあ、こう上の服に移行させて、あのこのドライレイヤー自体が肌に濡れを残さないので、この汗の濡れからを軽減して解放されるっていうような。普段僕汗っかきなんですけど、はい、普段も汗すごいかくんですよね、中で。それがすごいサラサラしてるから気持ちいい。なるほど。でもこれ先ほど歴代の見ましたけど、どうやら古い方ですか。そんなことないですよ。去年買ったいつのものか分かります。これが今使っていただいてるのがスキンメッシュっていうモデルで、まあ、今年の春から実は新しいモデルが、もう新作が今何がどんなのが今ちょうど飾ってるこちらですね。2020年の SS から新商品でドライレイヤーベーシックっていう商品がリニューアルで登場しました。はい、違います。なんかちょっとねカサッとしてるかな。あとね、そう着ていていただいてる着心地だったりとかは従来のものから部分的によくしてるんですけど、一番変わったっていうところで、今までも十分すごいいい商品だったんですけど、やっぱりこう登山ですね、何日も着替えができないっていうところで匂いがどうしても気になってしまうというところですね。に対してまあ抗菌防臭の機能がこのベーシックから新しく、前までなかったんですよ。まあ生地自体が水を含まないんで、あの臭くなりにくいっていう効果があったんですけど、まあさらにこう抗菌防臭もついて、さらにこうできたものにそういうコーティングをしてるって。そうですね、この生地の加工をする際に、まあ、撥水の加工と抗菌防臭の加工と両方ができるようになったというと。他は何かアップグレードは
さらにですね、まあ、今森さん使っていただいているスキンメッシュですね、はい、こちらも100洗80点といって、まあ、100回洗濯してもその撥水の加工ですねが 80% 残るっていうようなすごい優れた商品だったんですけど、今回のベーシックからはさらにそこが 1.5 倍伸びて150洗80点っていう、さらにもうずっと使っていただけるっていうような商品になってます。お前さんこっちでた方がいいんじゃないですか。買い替えようかな。これもらってっていいですか。もともとそもそものこのドライレイヤーの特徴っていうのはどういうところだったんですか。あ、そうですね、このドライレイヤーっていうのが、まあ、すごい画期的な新しい考え方の商品で、従来ですね、まあ、登山にはなるんですけども、はい、ベースレイヤーですね、吸汗速乾のシャツを着て山での濡れ雨だったりとか汗で、まあ、こうシャツが濡れてしまうっていうのは防げないので、できる限り早く乾くものを着てこう低体温症に防ごうっていうような考え方だったんですけど、どうしてもそれでも乾くまでに70分程度かかってしまう。70分ぐらいかかっちゃうと結局ずっと濡れっぱなしで体力も使われるし寒さも感じるしっていうところで、そこに対してそのさらに1枚下にこのドライレイヤーを足してもらうことによって、この生地に撥水の加工が施されてるんで、まずこの水を弾き返す、外からの濡れを弾き返す、さらにかいた汗っていうのを見ていただくとすごい特徴的なのが、このちっちゃい穴がいっぱい開いてるんですよね。でこのちっちゃな穴からこう汗がこう外に外に出ていくことによって、この一番内側にあるこのドライレイヤー自体はもう濡れてない状態、かいた汗は上のシャツに出ていくので、ずっと乾いた状態ですね、ドライな状態でこうずっと行動できる。で僕も初めて使った時、はい、衝撃的だったのが、登山をしてるとずっとリュックサックを背負ってるので、はい、背中がすごい汗でびちょびちょになってしまうんですよ。 で、ちょっとこう休憩してリュックを置いて、まあ、お茶をこうちょっと飲んで、でよしまた行こうかってなった時にこうリュックを背負うと背中がこう冷えてこうべちゃってくっついて、ありますよね。そのギャーっていう不快感っていうのが、このドライレイヤーを初めて来た時にすごい軽減されてるっていうのが、なんかさっき柏本さんに聞いたんだけど、はい、このドライレイヤーっていう考え方自体はファイントラックが提唱し始めたもの、既存のいわゆる昔あったインナー系と、はい、このドライインナーの違いって何なんですか。もともと着るインナーのウェアっていうのが吸汗の汗をまあしっかり吸って、うん、それをこう処理するっていうところがメインであるんですけど、そこのさらに1枚下に追加で加わるっていうような感じですね。なるほど、これはもう徹底的にもう外にどんどん追い出すっていう役目をもう担うってことですね。そうです、はい、なるほど。今ご説明いただいた内容が分かるトントンキットなるものをトントンキットご用意していただいているので、あとねうちは今実はドライレイヤー体感キットって誰も名前変わってる、こういう、まあ社内では今まだやっぱ仲間内でトントンキットって言わせていただいてます。これがまあこう吸汗速乾の、まあウェアですね、この汗を吸うウェア、今までこれ1枚で着てたところにこのドライレイヤーですね、こちらをこう内側にこう足してやる、まあ、肌から見るとこういうイメージにあります。見ていただきたいのがこうやって水を垂らした時ですね、こうするとこう水が生地が撥水しているので、穴があるのに全然本当ですね。でこういうことで外からの水っていうのをしっかりシャットダウンしつつ、ただまあこれだけだと汗っていうのが中に溜まっちゃうと思うんですけど、こっちが引く側ってことですね。あ、そうですそうです、中からの汗もこのままだと、そうこのままだと溜まっちゃうでしょうってことなんですけど、こうやってこう運動によって振動が加わることによって、すごい、この外側のベースレイヤーっていうところに水が、おお、こっち側は？こっちはもう濡れて全く濡れてない。全然濡れてない。こんな機能あったの？なのでまあこうちょっと手の甲を出していただいていいですか？これがまあ今こう着ている状態ですよね。あ、全然全然。でこれがこうない状態っていうところで、気持ち悪いわこれ。これが汗びえです。これですね。このヒヤッと感っていうのがやっぱり軽減されるっていうところのアイテムになっています。これが。ドライレイヤー全般に共通する機能という感じで、はい、よろしいですかね。はい、それでまあいくつかドライレイヤーの中にも種類があるというような、あ、はい、今ですね、はい、我々ファイントラックでどのドライレイヤーですね3種類ありまして、はい、こちらドライレイヤーベーシック、その名の通り一番こう基本になる、うん、
あの年中オールマイティに使えるドライデイヤっていうところになるんですけれども、さらにですね他の種類っていうところでこちらもこの夏から登場しましたドライデイヤクールっていうですね、はい、商品になります。こちらクールですね、あの、はい、その名の通り、まあ、涼しい、このベーシックの、はい、半分の保温力なので夏の暑い時期だったりとかより汗をかく方、まあ、暑がりの方っていうところですね。ドライレイヤーですね、あの汗は処理してくれるサラサラになるので、はい、不快感は減るんですけど、どうしても服を1枚着るっていうところで何も着ないよりも暑いっていうご意見もすごいあるっていうところで、より保温力が下げてこうしっかり汗処理はできつつもこうより涼しいの。昨年のパワーメッシュの後継になるんですか？あ、そうですね、はい、パワーメッシュとちょっとこのアプローチを変えたリニューアルというような形になってます。去年までは金メッシュとパワーメッシュ、はい、パワーメッシュで2つであって、はい、パワーメッシュの方は比較的スケスケで結構硬い素材だったんですね、うん、で本当にアスリート向け臭がすごい強くって、ただこれになると全然硬くないし、確かにね、去年使っていたものに比べてむちゃくちゃ柔らかくなってますね、うん、そうです。生地レベルで今回リニューアルが入ってまして、でもこの触っていただく通り限りなくこう柔らかい着心地になってます。これならもう分かりやすく真夏用と夏も使えるけど、まあ、春秋も使えるよみたいな感じのちょっと温度差で使い分けができそうな、そうですね、はい、で冬の寒い時期にはこちらのね、ドライデイヤーウォームっていうの名前も全部変わったんですね、はい、クール、ベーシックウォーム、分かりやすくなったというところで、まあ、季節に応じた仕様分けというところと、まあ、あとはアクティビティですねこういったクールなんかはこうトレイルランニングだったりとか、まあ、自転車より発汗量の多いスポーツ、はい、逆にこういったドライレアボームは、まあ、雪山だったりとか、あとはウォータースポーツですねというところでも、まあ、使い分けていただける、さらに、まあ、温度でも使い分けていただけるような形になってます。サーフィンのウェットの下とかでもいいかもしれないですね。あ、そうですね、なんかそういう使っていただいている方もいらっしゃるというのをお伺いしてます。これ特に肝とかではないんですよね。あ、ではないですね。ちょっと厚みがあるとかそういう感じ。あ、そうです。このウォームに関してはカサダカミニットっていう構造を採用してまして、はい、生地の、密度に対してしっかりカサが出る空気の層ができることによって、まあ、このベーシックよりも 1.5 倍保温力のあるっていうようなモデルになってきます。本当にすごいらしくて、山岳のガイドさんとかさまざまな方が使われてるっていうことで、はい、そうですね、今本当にその、まあ、一般の、趣味で登山されてる方はもちろんなんですけど、まあ、こう山岳のガイドさんだったりとか近隣の方で仕事されてる方だったりとか救助隊の方だったりとか、まあ、いろんな方ですね、ご賞いただいてる。リアルな現場のプロフェッショナルが使ってる方多いって感じ。そうですね、やっぱシビアな環境で使っていただいてる方も。これがまあ一番地肌に着るという、はい、ドライレアがベースになって、そこからパイントラックさんとしては5段階のレイヤリングがあるという考え方でいいんですか？あ、そうです、はい、それぞれのウェアが、まあ、このドライレアですね、こちらはもちろんすごいいい商品なんですけど、これ1枚だけ着てても、うん、結局やっぱ汗を吸う場所、水を吸う場所がないと、うん、結局水を汗が飽和してしまうので、それぞれの、レイヤーですねを重ねることによって効果が出るような考え方をしてます。すごいですね、5レイヤリング、5レイヤリングもあるんですね。